が自由に答えを求める限り、それらは決して止まること。捕まったのだ。ロジャーは自首したのだ。本当に求めてイーストブルーにロジャースと同じことを言うならば。 戦士、あの言葉。オールディーロジャー、理解？いいの？生きていたのか、ディー、意志。厄介なのは一つのディー。声来て少々するのが人目に触れすぎているようだ。違う路線にやるから。 これを何と呼んでるか知ってるか。ゴールドロジャー。俺はゴールディーロジャーだ。ディーってのは何だった？よし、教えてやる。はるか昔の話だ。希望なことに空白の100年が明けた。 20の国の20人の王、世界の中心に集い、一つの巨大な組織を作り上げた。それが現在の世界政府だ。創造主である王たちはその創造主の末天竜人だ。我々はやがて一つの国の存在に気づいた。その国の情報は必要までに書き消されておる。 これを残した者たちには明らかに敵がいたという証拠。世界政府の手によってもみ消された不都合な歴史とも考えられる。おそらく後に世界政府と名乗る連合国の前にその思想を未来へ託そうと全ての真実を無視に刻んだ現代に残るホーネグリフだが、それ以上歴史とともに呼び起こされる 知らないが、世界各地の歴史の裏で脈々と受け継がれている。そしてあるとしては D の父公用の形神の天敵、しばしば世界が D の名を持つ者たち、私たちは前に進んでいます。 D はまた必ず嵐を過去の将来、それは人間の作った歴史。 誰にもない。ロジャー、何ですか。我ここにいたこの分を最悪へと導くタイトル「ゴールディーロジャー」。空島で見たローネグル、古代文字を使ってロジャーの名が刻まれていた。彼はなぜあの